さあ、絶妙な距離感を保ちながら、さあ焦ることなく慎重に行きましょう。さあ、ことをすると、通すことはできるでしょうか。さあ、最後は明治から挟んでて、おっと、いい顔が出てしまいました。さあ、もう一度挑戦です。さあ、全ての手段を通すことができれば、チャレンジクリアとなります。さあ、残りの手段をナイスクリア。
桜が坂道になっていますので、ね、難易度はぐぐんと上がっていきます。さあ、アートのこのブランと垂れ下がった尻尾に皆様ご注目ください。こちらは集中している証拠なんです。さあ、集中力を切らすことはありません。さあ、皆さん、そしてこちらの操作技術を調べて、さあ、今度は全てのジャンプ台に合わせることができました。さあ、ジャンプ台のクリアできたところで、最後は皆様にご挨拶して終了といたしましょう。さあ、シップの方がやる頑張ってくれました。ボーナーツリーのハートくんでした。さあ、ハートもマスキーも羊さんたちもみんなお仕事お疲れ様でした。さて、ハートの出番をもちまして牧羊犬の出演は終了となりますが、引き続き皆様には2種類のドッグスポーツをご紹介いたします。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。さて、まず初めに皆様にご紹介しますドッグスポーツはアジリティと呼ばれる競技になります。さあ、こちらのアジリティという競技、簡単に言いますと犬の障害物競争。コースにたくさん犬ある障害物をトレーナーとワンちゃんが一緒に次々とクリアしていくという競技になります。さあ、たくさんの障害物がありますので、一つずつ順番にこちら解説していきますね。まず一つ目はあちら、ポールの間をワンちゃんがすり抜けていくスラロームチャレンジ。続いて二つ目はこちら、高い階段、皆様の目の前を駆け上っていくドッグボーク。そしてあちらは三つ並んだハードルジャンプ。そして二つ目のスラロームチャレンジ。そして先ほどシープドッグトライアルでも挑戦いたしましたブリッジチャレンジ。そしてこの長いトンネルを駆け抜けていって、一番最後は私が持つこのフラフープジャンプに挑戦いたします。さあ、こちらのアジリティという競技なんですが、競技会が開かれることもございまして、その競技会ではこの全ての障害物を何分でクリアすることができたか、またこちらの障害物一つ一つをどれだけ正確にクリアすることができたかというところが、こちらジャッジのポイントとなってきます。さあ、今日は一体どのワンちゃんがアジリティを披露してくれるんでしょうか。さあ、それでは準備もできたようなので、早速ワンちゃんを呼んでみたいと思います。カンナー、出番だよ。さあ、勢いよくやってきてくれました。さあ、こちら犬種をブリタニースパニエル、名前はカンナと言います。さあ、ご覧の通り運動神経がバッチリなカンナちゃん。さあ、これらと準備運動もできたところで、さあ、それでは早速参りましょう。カンナによるアジティカルディースタートです。さあ、3チャレンジ何とっくりだ。2つ目は6分。さあ、皆様のボーダーを駆け抜けていきましょう。さあ、3つ目のワールドナイトプレー。さあ、2つ目のスラロームも何のクリア。さあ、それではいよいよラストスポートに突入いたします。さあ、トンネルを駆け抜けていって、一番最後のクラフトもナイトプレー。カンナちゃん、ポーリストです。さあ、アジティ頑張ってくれました。ブリタニースパニエルのカンナちゃんでした。さて、皆様、アジティいかがだったでしょうか。さあ、今日はカンナちゃんがパーフェクトを決めてくれましたね。さあ、今後も日々スキルアップを目指してアジリティの練習に取り組んでいきますので、今後のカンナの活躍にも皆様ご応募期待ください。さて、カンナちゃんが頑張ってくれたところで、いよいよお次がラストの競技となります。一番最後に皆様にご紹介いたしますのはフリスビー、またはフラングディスクと呼ばれる競技です。その中でもフリスビーを何枚も使って様々な技や連続キャッチに挑戦するフリースタイルと呼ばれる競技を皆様にご紹介いたします。さあ、こちらのフリースタイル、音楽に合わせて人と犬が楽しく息を合わせることが上達のポイント。さあ、今日はワンちゃんに合った曲をトレーナーがセレクトして、今日まで一生懸命練習に取り組んでまいりました。さあ、そんなトレーナーとのワンちゃんとコンビネーションにも皆様ぜひご期待ください。さあ、それではお待たせいたしました。本日ラストを締めくくってくれますフリスビーの英知県の登場です。さあ、やってきました。よーく見てたら、さあ、ですが、スキル
をイギリス原産ブルーハーフに皆様にかっこいい姿を披露いたします。それでは早速スタンバイです。参ります。嵐によるフリースタイルミュージックスタート。さあ始まりました。2人のコンビネーションにご注目ください。さあまずは僕たち、さあ足の間をスルスル駆け抜けて、さあ行ってね。こちらありがとうございました。以上をもちまして、パーキングの
終了となります。引き続き神戸ゴールデン動物王国でのお楽しいひとときお過ごしください。